こんにちは。インストラクターの愛です。今から安産のための心の底からリラックスできる呼吸法をお伝えしていきます。マットの上に楽な安楽座で座っていきましょう。足がきついと感じる方はすねを軽くクロスさせる状態で座っていきます。足の付け根にそっと手を添えて、その付け根のお肉を外側に開こうとしていきます。では両手はもう一度軽く膝の上に添えて、口からふーっと息を吐いていきます。お腹の中の赤ちゃんの温かさを感じていきましょう。まるで親鳥がひなを温めているような感覚になります。吸って背中をスーッと伸ばしていきます。吐いて肩の力をストーンと下ろしていきましょう。もう一度吸って背中はスーッと伸びていきます。吐いて次は頭をゴローンと前に倒していきましょう。肩から首の付け根をほぐしていきます。鼻から吸って肩の付け根や首に新鮮な酸素を届けていきます。ゆっくりと吐いて頭の重さで首の付け根から肩にかけてを伸ばしていきましょう。では吸ってコロンと頭を右の肩の方に転がしていきましょう。吐いて頭を前に転がしていきます。次は吸って頭を左の肩の方に転がしていきます。吐いて丁寧に頭を前に転がしていきましょう。もう一度吸って右の肩の方、そのまま後ろ優しくぐるっと回していきます。吐いて左の肩から前にゴローンと深く転がしていきましょう。もう一周首周りを回していきます。呼吸に合わせて丁寧に動かしていきましょう。頭がゴローンと前に来たら次は反対側です。頭を左の肩、そして後ろ浅く回していきましょう。次は右、吐いて下になります。もう一回り、吸って左肩、後ろ、吐いて右肩、下にゴロンと頭を転がしていきます。その下に向いたまま、あと一呼吸、丁寧な呼吸を繰り返しましょう。では丁寧にお顔を正面に戻していきます。では両手はマットの上にそっと添えていきましょう。手のひら天井に向けて、鼻から吸って胸を開き、両腕を天井の方に優しく持ち上げていきます。吐いて両腕を丁寧に回し下げていきましょう。繰り返します。次は肩甲骨の動きを意識してみましょう。吸って背中の中にある肩甲骨を寄せ合っていくように両腕を持ち上げて、吐いて丁寧にその両腕を下ろしていきます。
ではそっと両手マットに下ろしたら肩の力を抜きましょう。鼻から吸って肩を耳に近づけていきます。口からはーっと吐いて肩の力を抜いていきましょう。では足の裏を合わせた合席のポーズになっていきます。足の先を両手で包むようにして掴んでいきます。お腹の赤ちゃんをお母さんに引き寄せて膝を上下にパタパタパタと動かして股関節周りを温めていきましょう。はい、動きを止めていきます。ではその足を一歩前に出して手のひらを天井に向けて足の下からスーッと通していきましょう。ふくらはぎの下もしくは足首の下のあたりからスーッと通していきます。手のひらは天井に向けたまま鼻から吸って背中にたくさん酸素を集めて吐いて背中を丸めていきながら頭だらーんと下にうなだれていくように首の後ろを伸ばしていきましょう。腰から背中にかけてを柔らかくして自律神経のバランスを整えてくれるポーズになります。深い呼吸を繰り返していきましょう。目線は赤ちゃんの方を見るようにして少し口角を上げて赤ちゃんと対話する楽しい時間に変えていきましょう。呼吸するごとに腰回りや背中周りに余裕ができそこにたくさん新鮮な酸素を集めていきます。このポーズは腰痛や肩こり改善や予防の効果があります。ではゆっくりと上体を起こしていきましょう。頭頂が最後になるように上半身をゆっくりと起こしていきます。では最初の楽な安楽座になっていきましょう。少し腰回りが緩んでいるそんな状態が感じられると思います。では片方の手は胸に添えてもう片方の手はそっと赤ちゃんに添えていきましょう。目線はお腹の赤ちゃんの方に移して今からゆりかごの呼吸に入っていきます。鼻から吸ってその新鮮な酸素を胸そしてお腹の赤ちゃんに届けるように入れていきます。吐いてお腹の赤ちゃんお母さんに引き寄せていきながらお腹から次は胸の酸素を吐き出していくように繰り返していきましょう。鼻から吸ってその酸素は胸とお腹に入れていきます。鼻から吐いてお腹、胸の順番に丁寧に吐き出していきましょう。鼻から吸って胸、お腹に酸素を入れて吐いてお腹、胸の順番で酸素を吐き出していくようにこの時に背中がゆりかごのように揺れていく感覚になります。お母さんの心地いいゆりかごに揺れながら赤ちゃんが心地よく過ごしている状態をイメージしていきましょう。また
胸に当てている手はお母さんからのメッセージを赤ちゃんに伝えるための手。そしてお腹に添えている手は赤ちゃんからのメッセージをお母さんが汲み取ってあげるための手になります。手のひらの温かさから赤ちゃんとお母さんの対話を楽しんでいきましょう。お母さんが心地いいと感じると赤ちゃんも心地よく感じ、そしてお母さんが深い呼吸で過ごしていると赤ちゃんもリラックスして深い呼吸で過ごすことができます。出産時にはお母さんがリラックスしていることがとても大切になります。この呼吸法をぜひ日常の中に取り入れて赤ちゃんとの対話を楽しんでいきましょう。ではゆっくりと動きを止めていきます。最後にお腹の中の赤ちゃんと対話を楽しんでいきましょう。一緒にヨガができて楽しかったねとお母さんも伝えていきます。それでは赤ちゃんとの対話が終わられた方はそっと手のひら天井に向けた手は膝の上に添えていきます。ではこれで心地いい呼吸法を終わります。ありがとうございました。